ディララ・カズモバは、アゼルバイジャンの歌手、女優である。2014年5月に、デンマーク・コペンハーゲンで開催される、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2014に、アゼルバイジャン代表として出場し、スタート・エイ・ファイアを歌う。ソビエト連邦、アゼルバイジャン・ソビエト社会主義共和国の首都、バクーに生まれ、バクー音楽アカデミーにて声楽を学ぶ。卒業後は、 オペラ団の一員として活動し、またロックバンド、アンフォーマルやデュオ、ミルクキッシズのリードボーカルを務める。アンフォーマルは在籍中の2008年に、また、ミルクキッシズは在籍中の2010年にそれぞれ、ユーロビジョンソングコンテストアゼルバイジャン代表選考に参加するが、いずれも2位敗退に終わり、アゼルバイジャン代表の座を得ることはできなかった。また女優として、映画、 トライノットツーブリーズパーガトリーに出演し、アンフォーマルの一員としてパーガトリーのサウンドトラックも制作した。ありがとうございます。